おはようございます。金町続店の石田です。今日はですね、どういう動画を撮るかということなんですけども、当店のですね、お客様がですね、ただいま、こちらの大洗港でですね、こちらの魚をですね、釣ってきましたということで、これからですね、お話を聞きたいということで、お客様のですね、超過報告の動画となっております。それではですね、こちらの、ペンネームのですね、山口さんという方ですけどもね、おはようございます。おはようございます。大量でしたね。こちらね。いやー、これは昨日の夜、ですかね、大洗港で釣られたということなんですけども、ね、これ、でかいですよね、これ、味がね、船で釣るような感じのね、大きさだと僕は思うんですけど、博多24センチということで、いや、これすごいですね。これは夜ですか、昨日は。終わり子で。夜ではなくて。アジが釣れたのは全部、夜明けから30分ぐらいの。ああ、夜明けから30分。あ、なるほど。それまではちょっとあんまりぶっちゃけ釣れてなかったという感じ。なるほど。そうですか。これはそうすると、ん？何時から何時ぐらいって形ですかね？その30分っていうのは。朝何時ぐらいから？4時から4時半ぐらい。4時から4時半ぐらい。ああ、やっぱその30分がやっぱりこれだけの超過をもたらしたということで、はい、やっぱり時間帯ですよね。はい。はい、もちろん腕もありますから、こんなにやっぱりね、釣られるっていうのはすごいと思うんですけど、竿は何本ぐらい出したんですかね？竿は、トリックサビキを1本と、トリックサビキを1本。投げを3本で。投げを3本。ああ、なるほど。あ、トリックサビキってことは1本のサビキでこれだけやっぱり釣れたという感じですかね。はい、ちなみにそのトリックサビキを、まあ、仕掛けて、だいたい1匹ですかね、かかってくるの。どういうか。とか2匹とか、そんな感じで。1匹と2匹とか。ああ。入れ食い状態で。入れ食い状態ですか。はい、いやー、すごいですね。そうなんだ。やっぱりね、これ、アナゴはどういう感じで、これはやっぱり夜ですか？夜です。ああ、なるほど。ね、これもやっぱりね、大きいやつで40センチ測ったらありましたからね。キスはどういう感じですかね？投げ釣りですか？夕方と朝に投げで。あ、夕方と朝に投げでね。これはすごいな。ちなみにですね、こう、結構ね、アジを大柄子で釣りたいっていう人結構多いんですよ。その人向けになんか、一つアドバイスとかいただけたら。時間が本当に限られてるので。時間限られてますよね。その時間内に何回仕掛けを海に下ろせるかって感じ。手返しということですかね。わかりました。すいません。ありがとうございました。今日はですね、埼玉県からね、お越しの、ガルパンファンですね、アカウントの方がですね、山口さんということで、非常にですね、こういった、まあ、もともとですね、釣りをやられていて、まあ、ガルパンを通して、大洗港に、来ていただいたということですね。私もとっても嬉しいです。今後とも、山口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。